西方軍司令官、エルビン・ホンビッツ・レーベン元帥と話すハーゼ、上級大将、クルト・ハーゼはドイツの軍人。最終階級はドイツ国防軍上級大将、バート・ホネフに生まれる。1901年7月にビュルテンベルク王国軍に入営。第一次世界大戦には当初中尉第65砲兵連隊の中隊長として従軍。 開戦2ヶ月後に大尉に昇進し、様々な手段で参謀を務める。対戦中の叙勲多数で、法園ツォレルン家勲章剣付き騎士十字章を受章した。戦後もバイマル共和国軍に残り、1923年から1935年まで、第5砲兵連隊司令官を務める。1936年3月に、ベルリンの第三不評師団長に転じる。 1938年3月13日記念メダル受賞。1938年11月に第3軍団司令官に就任し、第二次世界大戦勃発後の1940年11月まで務める。その間、西方電撃戦においては、同軍団を指揮して1940年5月に、フランス軍の防御戦を突破し、その後により6月に、 岸鉄十字章を受章し、また上級大賞に昇進した。1940年11月より相当予備となり、1941年1月に新設の第15軍司令官に任命された。1942年12月に再び相当予備となる。1943年心臓病のためベルリンで死去した。ありがとうございます。